ハンス・アルバートは、ドイツの哲学者。批判的合理主義者であり、特に合理的なヒューリスティクスに重きを置いている。また、ハイデッカーやガダマーに橋を発する大陸哲学的な解釈学の伝統を強く批判している。ケルン出身の哲学者。社会科学や自然科学を対象とした哲学を研究し、基礎付け主義や正当化などの批判を行った。現在は、 ハイデルベルクに居住している。1921年2月8日、バイマル共和聖火のケルンに古典研究を専門とする言語学者とプロテスタントの宗教教師の子として生まれる。幼い頃から歴史に関心を寄せ、オスバルト・シュペングラーを読みふけり、特に選手を熱心に研究した。高校卒業後の1939年。 国家労働法師団のボランティアに志願し、ジークフリート船に配置された。その後、ウィンの予備隊やフランス、ギリシャの砲兵隊に参加した。ナチスドイツの敗戦後、アメリカの捕虜となったアルバートは、当初は経営学の学位を取得することを目標に、ケルン大学で勉強を始めた。最初の社会学の講義は、レオポルド・フォン・ビーゼの講義で、政治経済学の卒業論文を書く機会を得て、 1952年に学位を取得した。1955年、アルベートの教授資格論文、ナッシュナラコナミイオスとゾーツィオーラギーデアコマートシェリーン、ベジェフンゲンは、彼の批判が経済学か社会学のどちらかに帰することができないために却下された。ドイツ共産党員の権威をかけられていたことも影響した。1957年、 社会政策に関する一連のエッセイで博士号を取得した。1963年、マンハイムビジネススクールに赴任。以来、退職するまでマンハイムに滞在した。1989年、マンハイム大学を退職し、同大名誉教授となった。カール・ポパーの批判的合理主義をドイツで承継し、基礎付け主義は、ミュンヒハウゼンのトリレンマとして知られるアポリアに陥ると、 した。また、ドイツ社会学における実証主義論争において、全体的理性の神話を発表し、ユルゲンハーバーマスを批判。その後、カール・オット・ワーペルを批判し、論争を繰り広げた。ありがとうございます。